はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、11月の25日木曜日なんですけれども、皆さん速報でお届け情報したいと思います。ちょっとね、興奮してて息がまだ上がってるんですけれども、ダイソーさんに行ったらまたまたね、アウトドア系の新しい商品が出てたんですよ。すごくないですか？もう11月も末なのにまだ新商品を投入してくる、もうこのね、ダイソーさんのアウトドア関連に対する意気込みがすごいなと思っております。前置きが長くなってもあれなので、早速ね、今日見つけた新しいギアをご紹介したいと思います。それでは本日ご紹介する商品はこちら。すごくないですか？ついに出ましたよ、ラージ用のメスティン用網、3号用のメスティンにセットして蒸し器にできると。お値段は330円になっております。ジャンコードはこちらですね、載せておきます。素材はスチール、クロームメッキ製になってまして、幅とかはね、ラージメスティン用なので特にご紹介は割愛させていただきます。これ値段330円ってすごくないですか？私この撮影する前に念のため、このラージメスティン用のトランギアさんとかのこの網いくらするのかなと思って調べてみたんですけれども、本日時点アマゾン価格849円だったので、お値段半額以下で買えちゃいますよ。いやー、びっくりしましたよ。昨日もダイソーさん行ったんですけど、今日も新しい商品ないかなーなんて言って巡回してたんですけれども、俺でかい網あんじゃんってことで速攻で買ってきてですね、今動画を撮影しております。ではね、早速こちらね、このパッケージから外していきましょう。これ簡単に外れますね。特になんかくっついてるわけでも、あ、ここだけセロテープでくっついてるのか。一箇所だけセロテープついてますけど、他はね、なんかはまってるだけなんで、おっと、はまってるだけなんで、すぐね、外せました。ものとしては、本当に網なので、特に変わったことをご紹介するあれもないんですけれども、このね、ダイソーさんから発売されているラージサイズのメスティンに、まあ、もちろん純正ですから綺麗にはまるはずなんですけど、やってみましょう。いきますよ。気持ちいい、シンデレラフィットです。当たり前なんです。これで入んなかったらちょっとね、おいおいおいってなっちゃいますから、しっかりと入ってくれて、ラージサイズのメスティンも蒸し器にできるという優れものです。このね、網といえば純正ですと、もともとこのダイソーさんのミニメスティンのね、この網が出た時にかなり話題になったと思うんですけど、こちらね、とうとう出ました、ラージサイズ。ただ皆さん、このラージサイズが出たって聞いた時に、あれあれってちょっと思うことありません？ノーマルサイズもダイソーさん発売してるじゃないですか。ブラックメスティンも含めて、こちらのね、ブラックメスティンも含めてノーマルサイズのメスティンもね、発売されてるんですけれども、ノーマルサイズだけまだこの純正のね、網が出てないんですよ。ただもしかしたら、私がいつも行っている店舗に出ていないだけで、このラージメスティン用の網と同時発売か何かで、下手するとこのね、ノーマルサイズの網も出てるんじゃないかなと私は実は思っております。今日ちょっとね、他の店舗を回る余裕がないので、もしこの動画見てね、このノーマルサイズの網も売ってたよーなんていうのを見つけた方がもしいらっしゃいましたら、コメント欄とかもしくは Twitter とかでも結構ですので、教えていただけると嬉しいです。ではあとはですね、気になるスタッキングなんですけれども、スタッキング網をするときは、まあ中にね、入れるものによっても変わってくると思うんですけど、大概この裏返しにね、入れる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、裏返しに入れてあげた時にこのノーマルメスティンが果たして入るのかどうか、これね、ブラックメスティンで試してみます。でこれで蓋がね、きちんと閉まるのかどうか試してみましょう。ちょっとだけね、浮きますね。ハンドルの分よりちょっと、まあハンドル分ぐらいですかね、ちょっと浮く感じになりますが、まあ持ち運べないほどではないので、
網を含めてラージメスティンの中に通常サイズのメスティンを入れても、まあ、一応ねスタッキングはできるんじゃないかなと思います。これ以上ちょっと他のものを入れるとなってくるときついかなと思うんですが、あとはこのね空いているスペースに何か他のものをスタッキングするような感じになると思います。いやしかしねびっくりしましたね、これ見た時に。これ先日話それちゃうんですけど、このミニメスティン用のまな板が出た時にノーマルサイズ用とかこのラージサイズ用も出るんじゃないかなんて話をしてたんですけど、これいよいよ現実味帯びてきましたね。これラージ用とか出てくれたら結構嬉しくないですか。でさらにもしねダイソーさんがこの動画を見てくださってるんであれば、このラージメスティンにぴったりサイズじゃなくてこの網の内側にスタッキングできるサイズでぜひ作ってほしいななんて個人的には思ったりしますが、皆さんはいかがでしょうか。ただねここにまな板入れちゃうとこの中にノーマルサイズのメスティンを入れてスタッキングっていうのがちょっとできなくなっちゃうと思うので、その辺はねちょっと一長一短かなというところもあるんですけれども、このねラージサイズのまな板もおそらく今後ね発売されるんじゃないかと思いますのでね、楽しみにしたいと思います。まあでもそんなこと言ったらね、これね先日のミニメスティンに入る鉄板なんですけど、これのこっちのラージバージョンとかこのノーマルバージョンとかも出してきてくれるかもしれないですよね、もしかしたら。そしたらすごいですね、かなり売れるんじゃないかなと思います。ではですね、他の私ラージサイズの網というのを持っていないので比較はできないんですけれども、念のためね重さとかだけご紹介しておこうかなと思います。重さが見えない 60g ですね。こちら 60g となっております。いやこれちょっと嬉しいな、このラージメスティンで蒸し物って言ったら肉まん中華まんとか2個ぐらい蒸せるんじゃないですかね。でなんか家族で使う時とかなんかでもシューマイとかね蒸し野菜とかかなり大量に蒸せると思いますし、カレーをねもしキャンプで作る時にジャガイモをこうカレーの中に入れたくない派の方っているじゃないですか。そういった方はこれでジャガイモを蒸しておいて出来上がったカレーに入れるとか、そういったこともねできるかもしれないですし、かなりね使い勝手は良さそうです。あとはですね、私やったことないんですけれどもメスティンでキャンプで揚げ物とかされている方いらっしゃると思うんですけど、そんな時にもこの蓋の部分にこんな感じでこの網をセットしてあげると揚げたものの油切りとかでもね使えるんじゃないかなと思いますんで、かなりこの網があることによってこのラージメスティンのですね使い勝手の幅が広がるんじゃないかなと思っております。皆さんはどんな感じでこれ手に入れたら使われますか？ぜひコメント欄で教えてください。あとですね、実は今日こんなのもダイソーさんで売ってたんですよ。これ見覚えありますよね。前にキャンドゥさんで出て話題になったんですけど、いろんな意味でそれがねダイソーさんからも発売されてたんですよ。今日多分同じもの、形的にね同じものだと思うんですけど、ここに使用方法説明書付きって書いてあるので、おそらくねあの件の注意喚起が説明書に書かれてるんじゃないかなと思います。これはまたね別動画でご紹介したいと思いますが、本日ね取り急ぎこちらのアルコールストーブの方もダイソーさんから発売されてたよということで、おまけのご紹介となります。それでは本日はダイソーさんからこのラージメスティン用の網がですねこちらのねついに出ましたので、速報で皆さんに情報をお届けさせていただきました。最近ねちょっとダイソーさんのもろアウトドアギアではなくてアウトドアにも使えそうなギア紹介がちょっと多かったんですけれども、久しぶりにねドンズバアウトドアギアが発売されてちょっとテンションが上がっているハリケーンです。こんな感じでですね、基本的に私ダイソーさんに関しては毎日巡回しておりますので、新しいこういった商品であったりとか他にもね最近ご紹介しているアウトドアで使えそうな面白いものを見つけましたらこのチャンネルでご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。